皆さん、こんにちは。黒柳徹子さんは、徹子の部屋や NHK 紅白歌合戦などの司会を務め、テレビだけでなくベストセラー窓際のトットちゃんの作者やユニセフ親善大使としても長年にわたって活躍しています。また唯一無二と言っても過言ではないそのファッションは、徹子の部屋で1万1000回以上の放送で一度も同じものを着用したことがないという伝説もあります。今回はそんな黒柳徹子さんの意外な恋愛遍歴や隠し語説について調べました。最後までご視聴よろしくお願いします。黒柳徹子さんは1933年8月9日に東京都東京市赤坂区乃木坂で生まれました。彼女の父親はバイオリニストで、新交響楽団のコンサートマスターだった黒柳守綱さんでした。彼女の母親はエッセイストの黒柳長さんでした。1945年3月の東京大空襲がきっかけとなり、彼女は母親の実家がある北海道から汽車で帰る途中、青森県三戸郡にある農家と知り合い、そこに疎開することになりました。1945年の終戦後、黒柳徹子さんは東京に戻り、巴学園、高蘭女学校、そして東洋音楽学校の声楽学科を卒業しました。音楽学校を卒業後、彼女はオペラ歌手になれないと気づき、 NHK 放送劇団が募集した俳優に応募しました。当時は筆記試験で会場を間違えて遅刻してしまったり、問題がわからなくて答案用紙の裏に自分の長所を書き連ねてアピールをするなど、いろいろなトラブルがありましたが、約6000人の応募者から13人の団員に選ばれました。これは1953年、彼女が20歳の時で、テレビ放送が始まった時期であり、彼女はテレビドラマ女優の第一号としてデビューしました。最初は母親になった時に子供たちに読み聞かせをするためにアナウンサーになりたかったそうですが、 NHK が主にニュースや教育番組を放送していることや、テレビが平和をもたらす可能性があることを知ってから、彼女は女優として頑張ろうと思いました。1954年、彼女は NHK ラジオで初めて主演した「ヤンボーニンボートンボー」が放送されました。20代後半にはテレビとラジオのレギュラー番組が週に10本以上もあり、平均睡眠時間が3時間しかない日々だったそうです。1958年、黒柳徹子さんは第9回 NHK 紅白歌合戦で初めて赤組司会を担当しました。1961年には文学座附属演劇研究所に入所し、 NHK を退社して演技力を磨きました。1971年9月から1年間ニューヨーク留学し、和服と洋服の両方に似合う髪型として玉ねぎヘアを考案しました。1972年9月に「徹子の部屋」の前身番組である「十三時ショー」に司会就任するため帰国しました。1976年テレビ朝日で「徹子の部屋」が放送開始され、彼女は女優活動を控えるようになりました。その理由は、女優として悪女を演じていると悪い人が話を聞いているように思われてしまうからというものでした。1981年彼女の著書「窓際のトットちゃん」が出版され、累計800万部が発行されました。彼女は女優、タレント、司会者、エッセイストなど多方面で活躍してきました。その期間はなんと60年以上にも及びます。彼女は第二次世界大戦中に生まれ、戦後すぐに芸能界に入り、第一線で長く活躍してきました。彼女のエネルギーには感心します。昭和初期に生まれて現在も変わらず芸能界で活躍されています。決して誰にでもできることではありません。黒柳徹子さんだからこそ、ここまでファンに愛されて芸能活動を変わらず継続できていると言えるでしょう。また彼女は平和運動家としても活躍しています。ユニセフ親善大使として、世界中の紛争や飢餓に苦しむ子どもたちのために尽力しており、毎年危険な地域や貧困な国を訪問し、社会貢献活動を行っています。インスタグラムや YouTube では自身の日常や思い出を楽しく発信しており、多くのファンから支持されています。結婚歴はありませんが、
22歳から23歳頃にはお見合いや結婚話が何度かあったそうです。最後のお見合い相手とは結婚も考えたそうです。しかし自分の人生を楽しみたいと思っていた彼女は新しい恋に期待してその話を断ったそうです。また過去に有名なピアニストのアレクシス・ワイセンベルクさんと大恋愛を経験していたことがあります。その出会いは黒柳徹子さんが38歳の時で、ニューヨークに短期留学していた際にアレクシス・ワイセンベルクさんと知り合いました。二人はすぐに意気投合し交際に発展しました。彼は黒柳徹子さんをパリに連れて行きたいとプロポーズしたそうですが、仕事が大切だった黒柳徹子さんは遠距離恋愛を選びました。アレクシス・ワイセンベルクさんは徹子の部屋にもゲスト出演し、プライベートでも二人は仲睦まじい様子でキャッチされていました。彼には3人の子供がいるということですが、不倫関係のように思われるかもしれませんね。黒柳徹子さんがアレクシス・ワイセンベルクさんと知り合った時、黒柳徹子さんは38歳で、アレクシス・ワイセンベルクさんは42歳でした。そのため彼にはすでに子供がいて、妻とは離婚しているか亡くなっている可能性が高かったと思われます。黒柳徹子さんは恋人が亡くなって恋が終わったと言っており、交際期間は40年以上だったと推測されます。先ほども言いましたが、彼女には結婚したことがないことが分かっています。しかし隠し子の噂があったことも事実です。昔テレビ界で有名だった演出家の飯沢忠さんとの恋愛報道がありましたが、真実は明らかになっていません。黒柳徹子さんには24歳年下の弟がいますが、母親が47歳で産んだことになります。当時にしては珍しい高齢出産でしたので、弟は黒柳徹子さんの隠し子ではないかという噂も流れました。弟の生まれた時期が飯沢忠さんとの恋愛報道された時期と一致しているからです。弟さんは一般会社で働いており、同僚が弟さんの部屋を訪問した時には黒柳徹子さんの写真でいっぱいだったそうです。弟さんは記者から取材された時、そんな噂もあるようですね、自分自身では隠し子じゃないと信じていますと答えています。黒柳徹子さんはオールナイト日本55時間スペシャルや松任谷由実のオールナイト日本にゲスト出演し、徹子の部屋では俳優などの硬派なゲストだけでなく、お笑い芸人など幅広いゲストを招くようになったということです。松任谷由実さんは徹子の部屋のゲストの変化について垣根がなくなったと感想を述べました。そして誰かからもっといろんな人を呼ぶべきだというアドバイスがあったのかと尋ねられると、黒柳徹子さんはそれは視聴者があの人が見たいというリクエストもあり、それからやっぱり時代もあり、私は自分から売り込みをしたこともなければ何したことも一度もないと答えました。また松任谷由実さんが徹子の部屋の最終回のゲストに名乗りを上げたことについて、それは誤解されるといけないから、黒柳徹子さんに早く出たいということじゃないですからね、逆にずっと私が最終回のゲストに呼ばれないぐらい続けていただきたいっていうことですからと弁明しました。黒柳徹子さんも、私もうちょっと長くやろうかなと思っていますから、あなたも長生きしていただいて、でも出ていただいてぜひ最終回はあなたってことになっていますから、と松任谷由実さんの健康にも気を使い改めて約束を交わしました。ご年齢的にもお体を一番に考えていただき、無理がない程度にもう少し徹子の部屋で黒柳徹子さんを見れる機会が長くなれば良いなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。